こんにちは。1月19日水曜日、時刻は14時を回りました。ここからはウェザーニュースライブアフタヌーンの時間になります。担当は大島リノンです。よろしくお願いします。ちょっとちらっと見ちゃいましたね。俯瞰からって言われて、あっと思ってこっとか冷静にこの正面を見て、待てなかったです。でしかも何かね、笑顔とかも向けられず、チラッと見ちゃっておかしかったですね。もう始まりかっこよく決めたいんですけどね、なんかちょっと難しかった。いやこれからね頑張りたいと思います。で今日肩めっちゃ強そうですよね。なんか自分でも何回も画面を見て肩強そうと思って、もっと強そうですね。こうなってるんですよ。いやこの服試着をしないで買ったんですよ。なんかすごい。でもうちょっとそんなに肩ムキムキしてるはずじゃなかったんですけど、着てみたら恐ろしいくらいこうムキムキしてて、でなんかさすがにこれちょっと着られないなと思って、いつも選ぼうとしてもやめといてたんですよ。でも今日なんかせっかく買ったし着てあげようと思って。どうですか、やっぱり違いますか。みんながそんなって言うんだったらもう着てこないです。ムキムキしてますか。すごいですよね、なんかボリューム感がすごいなと思って。似合ってる。言わせた感じになってるけど、あったかそう。可愛いけど強そうとか。どうでしょう、言わせてるか。ねえ、ちょっと自分でも見てて気になるので、多分もう来てこないかもしれない。いや、プリンセスみたいですか。本当ですよね。よいしょ、高評価とチャンネル登録よろしくお願いしますということで、皆さんしていただければなと思います。ね、しなくても見ることできるんですけども、していただければ嬉しいです。恥ずかしいですねこれ。ね、よろしくお願いしますということで、皆さんぜひ見てください。